でできるわけじゃねえよ何度もなんだろう理屈抜きで這い上がってこいよフローいくつになろうが死ぬまでやるだけたとえ死んでもただでは死なない何度でも這い上がる刻め俺の言葉を波がなけりゃ起こしゃいい風がなけりゃ吹かしゃいい俺様が皆照らすもはや太陽だからな来ないけどちょっとはいこっちも時間ないから手っ取り早く話してもらえるは結局精一杯なんだけど子供嫌いだってさ関係ねえ俺は何も関係ねえよ彼氏さんなんですけどあんたの人生がどうなろうが俺には関係ねえけど子供のことは俺はそうは言ってもほっとけねえぞ譲れねえぞさんの大親友でもあり子供の代弁者として言ってる捕まるか捕まらねえかでしかあんたの人生ってのは選択肢がねえのかへえ子供に愛情はねえってかホストにハマってるだけのただの女じゃないんですか1 for the 勇気2 for the 度胸3 for the 覚悟俺がバックとはい、皆さんこんにちは、本日も中村 TV をご覧いただいてありがとうございます今日はですねネグレクトよくあるじゃないですか育児放棄っていう言葉をまあそういう形で言うんですけども今回はですね実は奥さんの方が育児放棄をしていてまあ結局離婚に至ってしまった子育てにも手を出さずだらしない奥さんっていうんですかね家庭のこともまあないがしろにし、でも自分のことにはお金を使い、離婚をして、まあもう1年近く経ってるって言ってたかな。ちょっとこの後電話して詳しく聞くんですけども、なんかその時間が経過する中で、その慰謝料、まあよく僕の方に相談いただく内容の一つなんですけど、養育費を払わないっていう、まあ実際シングルファザーの今回の相談者、さんからの相談なんですが、養育費を払ってもらえない、慰謝料もそうですね、含め、だいたい60万っていう金額だったかな。はい。で、その辺もちょっとこの後確認取るんですけども、要するにそれで、なおかつお金を払わないはまあよくある話。で、さらにその理由が、ホストに、ハマっているという内容らしくて、そこを含めた今回は内容になります。ですからまずはちょっと電話の方でその経緯を少し聞いてから調査の方とか入っていこうと思います。それではかけてみたいと思います。留守番電話に接続します。あれ、留守番電話。発信音の後に。もう出れるって一応 DM で言ったんですけどね。もしもし。はい。さんのお電話でよろしいですか。あ、そうです。あ、バン中村と申します。どうも。あ、はじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今ですね、ちょっとこちらの方で、少しその経緯の方を、まあ先ほど DM でも話しさせてもらってたんですが、まずはお伺いしたいんですけれども、少しご説明いただいてもよろしいですか。あ、わかりました。まあちょっと自分の元妻についても。そうなんですね。はい。息子がいまして、幼稚園に入る頃ぐらいから、育児をしなくなってしまって、ちょっとそれが原因で別れるとかあったんですけども、一応その、息子は、そういう経緯もあって、自分の方を引き取ることもあって、慰謝料と養育費も彼女から一定額もらうということも約束していたんですけども、まあちょっとスタートして大体3ヶ月ぐらいで全く支払いがないので、それが続いてしまってっていうのが状況で、ちょっとどうしたらいいかというか、なんか解決できないかと思って、ご相談させていただきました。なるほどですね。でちょっとこう僕の方で DM を読ませていただいた中で、そのまあ養育費と慰謝料がまあ払えてない、まあこれもよくある話だと思っていて、一番僕が今回その気にかかって相談を受けたポイントが、そのホストにハマっているんじゃないかっていうその風の噂というか、ある程度根拠がありそうだってところにちょっと僕はまあ話としてまあ乗っかったんですけども、はい。その辺はいかがですかね。そうですね。一応友人伝いによく歌舞伎町の方で結構派手な格好して、ホストクラブらしいところに行くのをまあ、数回見たっていう声も聞いてね。はい、聞いてはいて、はい、正直その、結婚当時から、まあ、よく飲み歩いてどこ行ってるかわかんないみたいな、なるほどですね。かなり可能性が高いのかなとか思います。結構だらしない奥さんって言い方しちゃったりしてるんですが、そういう感じですかね。そうですね。はい。まあ、そこが原因というか、そこが原因で、まあ、我々さんとなったので。わかりました。じゃあ、僕の方で、その、ある程度情報を今いただいている部分に、プラスもうちょっとこういうところっていうのを、この後、ちょっと確認させてもらって、で、少し、調査を行いたいと思います。で、証拠の方が揃ったらですね、僕の方からまた、さんの方を呼び出させていただいて、はい。で、まあ、本当に揃わない場合はちょっと厳しい場合もあるんですが、揃い次第、まあ、奥さんのところに行くのか、呼び出してもらうのか、その辺も含めて、ちょっとこの後後日、させてもらうので、しばしお待ちいただきます。はい、わかりました。はい、よろしくお願いします。はい、それでは失礼します。はい。というわけでね、まずは一旦、この内容だと調査の方をしないと、拉致がかなそうなので、まあ、調査の方行ってみたいと思います。それでは行きます。はい、というわけで、はじめまして、こんにちは。はじめまして。まあ、先日その相談を受けて、調査の方、僕の方で行ってですね、結論から言ってしまうと、まあ、その苦労でしたというか、奥さんのその行動パターン、大体1週間から2週間ほど追わせてもらったんですけども、ホストの家に転がり込んでるのが、一緒に住んでるのがちょっと分かんないんですが、まあ、もちろん夜の仕事をしているっていう証拠と、あとホストに対して貢いでる証拠、あと自分自身にもそのアクセサリーだとか、そういうブランド品なんかを買い漁ったりしてる様子だとかも大体抑えることはできました。はい、でそれが結果で、あとですね、行動のパターンとして大体朝方まで飲んで、そのホストの店に行ってるような感じももちろんあるし、そうじゃない日もあったり、休みの日なのか大体朝までこう飲んで、でそのホストの家に一緒に泊まってるのか住んでるのか、でも大体同じような毎日、そこから昼ぐらいになるとご飯を食べに出てくのか、まあ、買い物に行ったりする時もあるんですけど。大体昼の過ぎぐらいから行動が始まるみたいのが僕の方としては確認が取れました。そちらとしても一向に状況変わりないですよね。変わらないですね。やっぱりそれに対してやっぱどうなんですかね、お気持ちとしては。いや、やっぱりもともとやっぱりした約束をちゃんと守ってほしいし、そのためにそういうところ考えてもらいたいっていう気持ちはあります。で今日ね、もうここ僕実はそのホストの自宅の方を突き止めたので、今日ここで待ち合わせにさせてもらったんですけども、来たことはない場所ですよね、この辺りは。初めてです。初めてですよね。この後、まあ1時間か2時間どのぐらい待つことになるかちょっとわからないんですけど、どうですかね、その待ってもしそこ、まあ、本当に本人たちが出てきた時にどのようなことを伝えたいとか、そういうのはありますか？そうですね。やっぱりもうちゃんと約束を守れってことはまず言いたいです。実際だから夜の仕事もしてるんでお金はあると思うんですよ。はい、払えないわけじゃないけど、その払う先を間違ってるっていうのに近いと思っていて、はい、だからそこを旦那さんの方からもね、まあ、元旦那さんっていうことになるのかな。実際これあれですよね、まだ調停だとか裁判にせず現時点ではその約束事として決めて終わってたことですよね。はい、だから男としてのプライドでなんかあんま大ごとにせずっていうような思いやりもあったっていう考えでほしいですよね。もちろんです。ですよね。だからそこも含めてやっぱそこの部分しっかり伝えるべきことは伝えて、でこれ今回取ってる証拠みたいなものも、まあ、よくよくもし本当に、まあ、それが調停なのか裁判という形、家庭裁判所にその法的手段を取るときにも僕の方を情報としてお渡ししますので。ですからそこを含めて毅然とした態度で、くれぐれも感情的になりすぎないように、そこだけご注意してもらって話の方を進めてもらえたらと思いますが、大丈夫ですか？わかりました。大丈夫です。じゃあちょっとまだね、実際今ちょうどお昼前、ちょっとここから1時間2時間どのぐらい待つかちょっとわかんないですけど、少し様子を待って、で本人たち出てくるようじゃまずご自身でちょっと自撮りしてもらう感じになるかもしれませんけど、いいですか？わかりました。それで結構なのでちょっとやってもらっていいですかね。はい。じゃあ早速そこまで少し待ってみたいと思います。なかなか来ないけど、でもそろそろ時間的にはもうちょっとで来ると思うので、来次第旦那さんの方も行ってくださいね。はい、ちょっとおいおいちょっとあれ前支払いどうなってんだよ。ちょっと約束どうなってんだよ。どうなってんだって。ちょっと待って。すいませんね、急にちょっと僕も入ってきてる。すいません、僕はお友達でちょっと今日皆さんたちにお話をしたいってことで、それでちょっと付き添う形で今来ている中村ってものなんですけど、で、まあ、いきなり来てね、皆さん彼自身がちょっと話したいことがどうしてもあるってことだから、それで今日ここにいるんですけど、少しお話だけさせてもらってもいいですか？こっちも時間ないから手っ取り早く話してもらいます。何の話か分かんないことないよ。離婚の時の約束覚えてないってはいや、養育支払いについて決まってんじゃん。いや、3ヶ月終わってるじゃん。いやいや、そもそもそういう約束をいやだって正義つけそれが毎日飲みに行くこと関係ないじゃん。全く飲みに行ってる知ってるよ。だったら約束守ってください。それは全員いる。それなあ、あんた黙ってて。黙ってるんじゃねえだろ。人の女に手出すなって。なんならさ、じゃあその養育費払えてない理由はさ、お前も関係あるんだから。関係ねえよ、俺は。何も関係ねえよ。彼氏さんなんですか？そうです。彼氏？はい。彼氏なんだって言いますよ。へえ。まあじゃああれだ、別にお店に行ってるわけじゃないので、使ったようだよね。で、養育費のお金。ここの関係は分かるんですか？何にも知らない。知らない。ちょっと説明しますよ。元旦那さんなんですよ。元ではあるんですけど。今聞いてないよ。彼女は説明は後で聞くから少し聞いてもらいたいんですよ。一応ね、彼氏だって言うんであれば、もしかしたら責任も発生する場合もあるんで、それも含めて聞きますか？責任って何ですか？今から聞けばわかるから。責任っていうのは、つまり元旦那さん。子供がいるんですよ、2人の間に。聞いてないぞ、さっきから何も聞いてない。関係ないって言ってますよ。縁は切ってようが、その紙上では終わってようが、子供はいるっていうことの事実は変わらない。じゃあ子供の気持ちはどこへ行くんだよって話じゃないですか。そっちでなんとか頑張ればいいじゃん。もう終わってる話でしょ、ここで。いやいや、終わってない。いや、産んでる以上一緒でしょ。あんたらはそれでいいかもしれないけど、子供の気持ちはどこ行くんだよ。俺がここに来てるのは彼の代弁者でもありながら、俺は子供の代弁者としてここに来てる。いやいや、あんたの人生がどうなろうが俺には関係ねえけど、子供のことは俺はそうは言ってもほっとけねえぞ。譲れねえぞ。いや、だから言ってるだろ。さんの大親友でもあり、子供の代弁者として来てるんだよ。いいだろ、別に。あんただってその責任果たしてねえだろ、だって。言う？捕まる？捕まるか捕まらねえかでしかあんたの人生ってのは選択肢がねえのか。へえ、子供に愛情はねえってか。無責任だ。お金がないって。金が苦しいんだな。苦しいらしいですよ。どうですか？いやいやいや、じゃあね、そのブランド品買いに行くのもそうだし、毎日一緒に飲み行ってんの。いや、毎日は行ってない。たまに。あんたここに。でるんですか、このホストの方のところに。二人込んでたまに行ってるだけ。ホストにハマってるだけのただの女じゃないんですか。俺ら付き合ってるんです。この子が好きで俺にお金を使ってくれてるんです。なるほどな。じゃあこの子が果たせねえ責任はあんたも晴らせれる。俺に責任は関係ないじゃん。お前が好きで俺に金使ってんだもんな。お前が好きでその辺で稼いできた金俺に使ってるだけだもんな。俺は関係ねえ。実は俺には何も関係ないじゃないか。まあ子供なんて俺らに関係ねえよ。俺らは俺らの人生だもん。そうか。じゃあその責任果たしてからやれるんだったらいいけど、そのお金もんじゃあんたも払ってもらえるからな。なんで俺が責任取んなきゃいけないんですか。いや、そう関係ないでしょ。俺は子供なんて血繋がってねえぞ。そこの子供なんて俺は。そうか。でもあんたは払う気ねえんだろ。しかもお金がないんでしょ。いいなあ。おかしいよね。話がちょっと変わってくるな。そうすると俺の調べた話だと、あんたは夜の仕事もしてますよね。夜の仕事してホストには通い、ホストにも貢ぎ、自分のブランド品は買え、それでも金がねえってどうやって説明するんだ。あるから来てんだよ。今から見せてやってもいいけど。あんなら見せてみろよ。旦那さんの気持ちはどうなんだ。その前子供可愛くないわけ。実際仕事しながら一生懸命これ育ててる。教育費はじゃあ自分も悪いから払うって言ったじゃん。それがもう関係ないっていう。そんなことよう言えたね。彼もどう思うんだよ。男だろ。金稼げよ。頑張って稼げよ。そもそもお前に使って金がねえとお前にも責任あるの。責任ねえよ。それだけ出すよ。手出したらこっちは負ける。お前が捨てられたんだろ。お前も何なんだよさっきから。あんたも同じ思いさせられるよ。このままさ、子供のためにお前金払わなきゃいけないってなってさ、お前が俺に使ってる売り上げどうしてくれんだよ。関係ねえお前。あんた話あるでしょ。まだ逃げられる状態じゃないよ。あいつは別にどうなろうか俺らは知らねえけど、まああいつは払えるって言ったら回収しますけどね。払うってどうやって払えるんだ。へえ、俺にはそうは見えねえけどな。他のお姫さんの方に行っちゃうんじゃねえのか。いや、そこも調べてあんだよ。そうか、じゃああんたに見せてやるよ。起き上がってみろよ。いいから早く起き上がって見てみろよ。これ見てみろよ。この人、心当たりあるよね。あんたがまずここブランド品買い物してるとこで、これがあんたがね、毎日のように通ってるこの動画。見てください。これを何個も毎日のように撮ってるよ俺は。ほら毎日のようにほら。ストーカーじゃねえ、調査だよ。いやいや、これあんたはそれで終わるけど、じゃあ最後に見せてやろうかな。あ、最後にこれ見ろよ。あのホストがあんた以外の女を家に連れてってるとこだよ。どうだ、この女知り合いか。この別にあんただけがいくら使おうが結局よ、あんたはただの金のあれでしかなかったんだよ。彼にとっては財布でしかねえんだよ。ただ子供をないがしろにして旦那さんの苦労もほったらかしてネグレクトになって、それでやって結末がこれだぞ。説明するんだそれを。悪いが証拠は全部ね、このまま俺は旦那さんの方に渡させてもらうから、全てデータを。あんたこれ調停も裁判もせずに離婚で慰謝料口約束でよかったよかったって言って思って自分に使ったんだろうけど、こっから先はそうはいかねえぞ。いや今働きながらさ育ててさ、でお母さんいないっていうので悲しい思いさせるかもしれないっていつも俺不安でさ、で生活もギリギリやってんだよ。それがお前のお金なかったらあいつが気持ち思いする可能性だってあるわけです。少しそういうこと考えなかった。で全く考えてないよだったらさ、協力し合うべきじゃんこっちで。どうなの今の実際さ、事実突きつけられて行動変えれそう？いや変えてもらうと困るよ。にとってもお母さんがちゃんとしてて俺も欲しいし、本当に変わってくれ頼む。さんは今ね、そのいろんな気持ちがもうぐちゃぐちゃになってるから言葉にならなく本当になってるんだよね。俺が見ててもわかるけど、最初にお会いした時と比べて全然様子が今違うし、多分誰のためって俺ももうむしろあなたたちの子供の代弁者として今来ていて。子供は訴えれないじゃないですか、まだ小さいし、もしかしてこれから保育園、小学校といった時に親がいない、お母さんがいない、あなたの愛を受け入れてないってことが俺にとったら、そんな慰謝料や養育費よりも大事で、それに対してあなたは何かしてあげるべきなんじゃないかってことを、親友としても、子供の代弁者としても伝えに来てるんですよ。人間はすぐ変われないかもしれないけど、でも、それに対して何かしてあげなきゃって気持ちに変わることだけは今すぐできるから、それを僕はしてもらいたいと思うんですけど、いかがですか？大丈夫ですか？今ここだけしたり泣いてても俺は信用しない。あなたがどれだけ泣こうがどれだけ地べたに這いつくばろうが俺は何とも思わない。あなたがこれからどう自分に対しても欲しい、元旦那さんに対しても責任を果たした上で好きな男を作ったりすることは俺はいいと思います。あなたがそういう人生だったかどうかは僕は知らないけど、子供がそういう人生になってほしくないから、申し訳ないけどここの口約束だけで、まあでもあなたがもし約束を守らなければ我々もモザイク外させてもらいます。あなたを世の中にさらさせてもらいます。その前にでも約束を守ってこれから法的手続きもやるつもりでいるそうです。いるんでよろしいですか？はい、だからその時に僕の持ってる証拠は全てお渡しします。それをもとにあなたは多分強制執行なり、それなりの判決が下りると思います。その時にあなたはどうするかはあなた次第です。大丈夫ですか？それが今日の約束にしてもらいたいと俺は思ってます。いいですか？それで大丈夫ですか？大丈夫です。はいでそこは証拠になるんで、ね、はい、もしそれを守らなければ僕の対応をしますから、この動画を通してこれが証拠になるので、これはお渡しするんで、それで法的手続きを行ってください。ありがとうございます。じゃあまあね、今もう一緒に暮らしてないからね、このまま一緒に行ってわけにはいかないんですけど、約束だけはしっかり守ってください。あなたや旦那さんのためではなく子供のために守ってください。それが僕からの今日のお願いですからね。よろしいですか？じゃあはい、というわけでお疲れ様でした。ありがとうございました。いかがですかね、内容的には。まあちょっと思いは伝えれたのと、はい、変わってくれると信じてます。そうですね。気持ちとしては整理は。そうですね。複雑な気持ちはものすごくあります。そうですよね。なんか言葉になってないなっていうのが僕が見てても一番伝わってきたので。だからやっぱり今日は俺が来てよかったのかなっていうの僕は思ってるんですけど、いや本当にありがとうございました。なんかお一人だとね、はい、ちょっともしかしたら手が出ちゃったかもしれないし、やっぱ感情的になりそうな部分もあったんで、あれ手を出しちゃうとやっぱ自分が負けちゃうから、だからくれぐれもね冷静に、はい、子供の顔を思い出してっていうのが一番わかりやすいと思うんですけど。そうですね、はい、なんか僕はね本当に子供のことがやっぱ一番気にかかるので、できればその子がこれから先なるべく夢とか持てたりするような男の子でよろしかったですもんね。そうです。だからこそ強くなってもらわなきゃ困るから。でも法的手続きはねしっかり踏んでですね、強制的にできる状態は取っといた方がいいと思います。はい、わかりました。それでも逃げるやつはいるんですけど、でもくれぐれもそこは気をつけてやってもらえたらと思います。ありがとうございました。じゃあ今日はそんな形でね、いい結末かどうかこれから先にまた分かると思うので、また中村 TV の後日談でね、少しちょっと日が経ってからその手続きがどう進んでいくかとか、その辺もまあ後日談の方で少しお話ししようと思いますので、またそこはそちらの方で見ていただけたらと思います。その養育費の問題結構たくさん来るんですけど、それだけね子供が悲しい思いをしてるってことに大人たちはもっと早く気づいてもらいたいなと、まあ、中村改めて思いました。それでは今日は売れるマインドをかみしめば変わってく、分かってる運命の生産勝ち負け争う